日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらくら寿司のお寿司とサイドメニューいろいろ、そしてあとここには映ってませんけどスイーツも食べていきたいと思います。先日スシローで頼んだですね、本日はくら寿司です。くら寿司もまた美味しそうですね。唐揚げもこうミニチキンも、ちょっと袋越しなんで見にくい、ポテトもありますし、カニクリームコロッケも気になりますですが、やっぱりなんといってもお寿司、しかし自分はわさびが苦手なのでわさびだけちょっとうまくどけたいな。ではお醤油、ちょっとスシローの時とんだっぽかやらかしたんで、ね、ちょっと慎重にいきます。スシローの時と同様にイカからいただきます。魚介類だけじゃなくお肉も入っているのがスシローとの最大の違いだね。まあどっちが美味しいかって言われるとこうつけがたい部分はあるけど、自分はどっちかな。まずこの中からどれが一番美味しいかを決めて、その後でまた考えることにするよ。それじゃ、チャンネル登録よろしくお願いします。くら寿司のお寿司もスシローに負けず劣らず美味しかったです。魚介類はもちろんなんですけど、お肉のお寿司もありましたね。甘辛い焼肉ダレに絡んだお肉が魚介類とはまた違った酢飯との相性があって美味しかったです。お寿司の中では一番 お気に入りですね、自分の。でサイドメニューは唐揚げがジューシー、ポテトはホクホク、小さいミニチキンはちょっと小さくて物足りなかったかな。カニクリームコロッケは中のクリームはトロトロで美味しかった。中でも唐揚げが肉厚で旨味がたっぷり入っていて一番好みでしたね。というわけでお肉の中では肉寿司から、サイドの中では唐揚げがおすすめです。では続いてスイーツ、チーズタルト、和菓子、チーズケーキ、チョコケーキ、ミルクレープ、どれも美味しそうです。ではこの中ではまずこちらの和菓子からいただきます。これも全部食べてから最後にまとめて感想を言いますね。ではこのきなこ餅からいただきます。続いてチーズタルト、手づかみで食べるのにぴったりですね。それでは一口でいっちゃいますよ。はい、続きましてはミルクレープ、スシローにもありましたけど、スシローよりも生地が一枚一枚しっかり見えているような印象を受けますね。はっきりと線になっているというか、なんというか食感がしっかりしてるのかな、その分。ではいただきます。はい、ラストはチョコケーキとチーズケーキチーズケーキってスシローにあったかな、なかった気がする。チョコケーキも美味しそうだ。それではチョコケーキからいただきます。うん、本当にスイーツも美味しいよ。ケーキの味もしっかりあって甘い、苦い、あ、さっぱりしてる、そういったいろんな味が楽しめるね。だけど一番のお気に入りはやっぱりあれかな、スイーツ、回転寿司のスイーツも侮れない。今度はお店に行きたいな。最初の和菓子はどれももちっとした弾力が口の中に弾けて、その後にあんこの甘みが追いかけてきて美味しかったです。なんだろう、なんか中にはちょっと柑橘類の爽やかな香りがするものもあって、それもまた良かったですね。でその次に食べたのはチーズタルトと言いましたけど、プリンタルトでした。あれエッグタルトって言ったっけ最初。一番味が近いのはプリンでしたね。ただまろやかで甘いんですけど、ちょっとカラメルの苦みもあって美味しかったですが、タルト生地はしっとり系だったので自分の好みとは違ったかな。自分はさっくり系の方が好きなので、そっちだったらより良かったのにと思ったのがちょっと残念でしたね。まあ、この辺はあくまで個人の好みですので、ということにしておいてください。そして最後に食べたチョコケーキは濃厚な苦みで美味しかったんですが、スシローのものに比べるとちょっとパリパリ食感がなかったので物足りなさもあるかなと思いました。チョコケーキはスシローの方が美味しかったですね。でチーズケーキは
ふんわりしっとりしていて、なおかつ酸味がちょっぴりありました、ね、もうちょっと酸味が強くてもよかったかなと思いました。総合しますとスイーツの中ではプリンタルトが一番おすすめです。甘いし苦いしで変化があってよかったですよ。というわけで本日はくら寿司のお寿司を出前館でオーダーして食べてみました。最後にもう一度まとめますが、お寿司は何だろう、名前わからないですけど、お肉のお寿司、サイドは唐揚げで、スイーツはプリンタルトが私の一番のおすすめですので、あなたもぜひ食べてみてください。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。